久保さんあの仮想通貨がフェ、まあ、僕 Facebook やってた時ね仮想通貨の話題がタイムラインにほぼ全部になった時にえ仮想通貨の価値が上がるとか下がるとか言ってるんなら自分の価値を上げた方が絶対に儲かるよみたいなね投稿したんですけどみんなね自分の価値を上げないんですよね。 うんなんでかなと思うんですよね。一番儲かる方法って自分の価値を上げる時間給を上げることじゃないですか。いやあなたね、普通のコンビニのバイトって1時間800円とか1000円でしょあなたに1時間300万払ってもコンサル受けたいですってなれば、もう1時間で300万でしょ1時間で年収200万自体とかね、年収300万自体言われてますけど、たった1時間で1年分普通の人が稼ぐんですよ。 そこの境地に行ったら余裕じゃないですか。うーん、そのお金に困ることないですよね。お金に困る理由って自分の、まあ一般的に言うならば時間給がクソ安いからじゃないですか。単純に。世の中にいるんですよ。1時間300万でコンサル取れる人。まあもちろんそこのね、まあその世界一トップレベルの話なんだけども、まあそこになれるように努力する。少なくとも1時間30万ぐらいはね。もしくは1時間10万とかね。 なんかそれぐらい取れるようになれば結構楽じゃないですか。あなたの、あなたが3時間誰かに時間使うだけで30万ですよ。いや、1時間10万払っても久保さんの話が聞きたいです。っていう人間になったら、慣れたら、慣れたらというかそこを目指すことは悪いことですか。言ってらっしゃい。